坂西城は、下宇佐国佐島郡にあった、戦国時代の日本の城。落城後、後法城氏によって、大規模に築城し直されたため、それ以前の移行と後法城氏時代の移行が重なっている。はじめの坂西市の城を、坂西古城、後法城時代の城を、飯沼城とも言う。北側に、西に連れ川溶水を望み、西に入り江だった蓮沼が存在する大地の、 先端上に位置している。西二霊川は、江戸時代の干拓の際に、沼の西側外周部が掘作されたもので、干拓前は、飯沼という南北30キロメートルに広がる沼が、城の北方に存在していた。この南北に細長い飯沼は、坂西城の北で東西に蛇行しており、城はこの沼の歪曲部に位置し沼に囲まれた、あと堅固の城でもあった。 北崖を言沼が荒い堅固なため、本丸が最北端に位置している。南側に車が連なり、大軍も収容できるように、大規模な構造となっている。追記は、京徳年間五路と言われる。小山義政の逸を、常州がこの地を漁して、坂西氏を名乗り、この城を居城にしたという。しかし、常州の孫、城茂の時の天文五年、古学暴法であった坂西氏は、 後法上氏と対立した。そのため、後法上法の大同寺聖将の攻撃を受け逆歳。古城は落城、逆西氏は滅亡したと伝わる。ただし落城年がこの地域への後法上氏の進出時期に合わないため落城時期には異論もある。後法上氏の勢力下に入った逆西城は、天正五年、玉縄城主、北上氏重によって、藤沢から技術者が呼ばれ、 新たに築城されることとなった。坂西の地は、北条氏にとって、下付け、日立方面への信仰の最前線であったためである。ご、北条氏の最新の技術が投入された、飯沼城には宇治主家が入り、佐竹氏田谷屋などと対峙した。天正六年、宇治主は坂西城で没しその後を、この氏春、宇治勝兄弟が継いだ。風間小太郎の子。 風魔孫衛門など忍者集団300人が寄っていたとも言う。天正18年、豊臣秀吉の小田原聖伐による後、法上死没落に伴い、廃城となった。上司は講演化され、矢倉、土兵、矢倉門、木橋などが復元されているが、これらは発掘調査に基づいた時代交渉を行い復元されたもので、中世上閣の姿をできるだけ忠実に再現している。 また復元位置をずらして、遺構の保存を行っている。西二の車は、坂西城以外からの移築建造物、復元建造物が存在する。関屋土城の薬員門、復元された古賀城書院祖先など、本丸殿の社の位置には、堀の内大大城の御殿が復元されている。また、金堀池という池もある。池の名の由来は、坂西城落城寺に、城主、 坂西ねし家の室の里子姫が先祖伝来の金を被ってこの池に受水したと伝えられたため、この金を探すために後に何度も池が掘り返されたことにちなむ。ありがとうございます。